こんにちは、のむかつです。大阪ビッグからです。大阪第2地下2階のにある大阪ビッグですね。今雨にいつも 150g のステーキを食べてるんですけど、そうですね、150g で1000円ポッキリでおかわり自由ですね。で今1000円入れてます。発見中です。他にもね、カレーステーキとかステーキ重とかがあるんですよね。でメニュー自体は7種類ですごくシンプルなんですけど、今待ってますね。今もチケット回収してもらってですね。でメニュー、そうですね、メニューは少なくてシンプルなんですけど、まあ僕もお金持ってたらこういう店一軒くらい欲しいなみたいに考えながら、なんていうんですか、その店の作りも無駄がなくて、結構ねまだできたばっかしなんか小綺麗なんですよね。でそうなんですよ。で結局前のところこのお店って紹介したことがあるんですけど、僕の YouTube 動画で、で今回はその食べてるところをちょっと撮ってみようかなみたいな、まあ食べながらトークするみたいな企画っていうか、トーク自体は、まあ、後からその入れてるんですけど、そうですね、よくね、そのね、スイーツとか食べて話すみたいなのをやってる YouTuber さんとかもいますよね。あ、野菜が来ました。で生卵があるんですよね。生卵を割って、でそれで醤油を入れてかき混ぜるんですよね。あ、その前にガーリックですね。あれガーリックなんですよ。でガーリックをちょっとおかしな食い方するんですけど、ね、ガーリックは好きやから野菜にサラダにもかけて、あ、ステーキにもかけてスープにも入れて、でねちょっとね、ね、僕独特な食べ方するんで、あ、醤油ですね。で独特な食べ方するんで、今から卵をかき混ぜます。醤油入れてます。なんかちょっとね、店員さんにね恥ずかしいんですよね。で一応これ撮影っていうのは一応許可取ってないんですけど、店員さんとかは僕がこれ撮って食べてるってこと知らないんですよね。なんで音は後からその画像を見ながら録音してるみたいな形になってます。生姜を野菜に入れて、生姜じゃない、あ、生姜かな、な、漬物ですよね。でまあちょっと、あれですね、ステーキも焼いてるんで、あ、ステーキ来たかな、あ、ご飯が来たな。ご飯は大盛りなんですね、いつも。でまず野菜を食べて、あ、ステーキが来た、来た来た来た、ジュージュー言ってますね。で今カメラをですね、ステーキが見える、焼けてるステーキが見えるようにちょっと変えて固定してますね。で何でか知らないですけど、卵汁を野菜の上にかけて、で今からその肉をですねこうひっくり返して、僕ちょっとね赤い肉よりちょっとね火を入れた肉の方が好きなんで、で今ご飯に味噌汁をかけ、あ、スープをかけてるっていう変な食べ方してるんですけど、で肉をちょっと広げてやってですね、
で、ここでまたガーリックをかけると。結構鉄板が熱くて、持ってきた後でもね、焼ける仕組みになってるんですよね。自分のお好みに焼いてください。今、さっつけたのはステーキのタレです。うわぁ、ずいぶん言ってる。そうなんですよね。ここはね、僕ね、週にね、大体2回来るんですよね。あ、上から撮影してます。やって、すごいジュージュー言ってるんですよね。赤いのがなくなってから食べるんですよ。はい、じゃあ下端塩の一切れですね。卵につけてからご飯と一緒に食べるみたいな。ひっくり返して卵につけて食べるっていう。で、最後はね、その残った卵汁をサラダにもかけたんですけど、ご飯にかけて食べるんですよね。途中まで卵汁に肉をつけながら食べるんですけど、で、ね、大盛りのご飯の上に卵汁をかけたら、そのお椀から溢れてこうしたことがあるんで、食べてからそうちゃんとスペースを作って卵汁を流し込む、でかけて食べるんですよ。なんかでもキモい食べ方してるんですけど、あ、これで胡椒みたいな、ステーキの胡椒みたいなのかけます。ご飯はね、おかわり無料なんですけど、僕はもうちょっと体重気にしてるんで、ちょっとまあ大盛りだけで、大盛りでもまあ多いんですけど、炭水化物が。あ、卵かけた。まあ、1000円ちょっきりっていうのがいいですよね。サラダも食べて、向こうでサラダを全部食べちゃうんですよね。あと残りの肉を楽しむみたいな形で。週2回来てるんですよね。週2回絶対行くのは火曜日と水曜日で、こっちの近くで働くんで、いつも行くんですよね。で、サラダを食べ尽くして、あとはご飯と肉を楽しむみたいな形ですね。もうこの頃になるとだいたい肉が全部ね、もうちょうどいいぐらいに焼けて、最後はもうあれですね、ガーリックも食べて、そうですよね。まあ、で僕ね、あれ、ステーキといえば、ステーキ店といえばいきなりステーキなんですけど、まあ、実は行ったことがないっていうか、ちょっと高めなんで、行ったら大体1500円か2000円くらいするんで、で、あれですね、こういう形態で、まあ、1000円ぽっきりっていうのが、まあ、前も言ったんですけど、すごく良くて、まあ、もちろん例えば肉の量によってなんぼか上乗せされるんですけど、値段っていうのは。でも通常 150g で1000円ぽっきりで、ご飯大盛りおかわり無料みたいな形で、まあ、多分もうずっと永遠にほぼいきなりステーキには行くことがないかなみたいな。経営状態も悪そうなんで、いきなりステーキはなんで、この店ってすごいね、合理化されてるっていうか、無駄がないんですよね、今時の店のスタイルで。スペースももうそうなんですよね。すごい効率的なレイアウトになってるんですよね、店自体が。
最後にスープを流し込んで、はい、今日はですね、食べチューブみたいなのを始めてやってみました。ごちそうさまでした。さようなら。